皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター学校賞の滝沢でございます。アコギにこういうツというこのパーカッシブな音を取り入れる奏法ということで、なんかそんな動画を作っているんですけれども、この2本目の動画では、パターン2ということで、難しいパターンをちょっと皆様と一緒に練習してみようかなと思います。難しいパターンを一緒に練習するぜ。頑張るぜ。イエーイ。これです。まあ、謎の記号が書いてありますけれども、こちらでございます。本日練習するフレーズはこちらでございます。ちょっと弾かせていただきますと、こんな感じでございます。こんな感じです。この長い棒が2、3、4弦を弾くところだと思ってください。2、3、4弦を薬指、中指、人差し指で弾くところです。これとこれとこれですね。で、このちっちゃい丸が親指が弾くところと思ってください。親指、親指。で、つを入れて親指。3本、3本、親指、つ、親指。こんなノリでございます。ちょっとやってみましょうか。同時、親指、つ、親指、このコード、親指、つ、ドン、タン、ドン、つ、ドン、チャンチャドン、つ、ドン、チャン、ドン、つ、ドン、タン、タン、ドン、つ、ドン。こんな感じです。なんとなくこれを見てすぐできた方は、もう特にこの動画を見る必要はないかと思いますので、また違う動画でお楽しみいただければと思います。うまくできないよという方は、ちょっと一緒に練習をしていきましょう。とりあえず、1本目の動画の中で、このつのときに、それぞれの指がスタンバイしておけみたいな話をしていましたけれども、これ、パターンが難しくなってくると、スタンバイしている暇がなくなってくるので、スタンバイしなくても大丈夫です。この、ビャン、ドン、ツッといったときに、もうある程度、弦の近くにいれば OK です。きっちりこうスタンバイをする必要はないです。ビャンドン、ツッドン。で、親指ってコードと。ちょっとこの指弾きがすでに難しいよという方もいらっしゃるかもしれませんが、ポイントは動きを小さくすることです。あんまりこう、ね、動きを大きくしてしまうと、それぞれの弦に狙いが定まらなくなるので難しくなります。極端に悪くやるとこんな感じ。腕ごと。動いてしまったりとか、その指先の動きが強く上がったりとか、こんな感じで動きが大きくなるとすごく小さやりづらくなります。できるだけ小さく。もうこんなんです、こんなんです。なんかこの僕の手首が動かないのがわかりますでしょうか。まあ、こんぐらい小さくしていくわけです。フレーズによってはね、ちょっとこの腕を大きく振ったりとかもするんですけれども、基本はまあコンパクトにっていう感じですね。テントン、テントン、デッテドン、テントン、テントン、テントン、デッテドン、テントン。こんな感じです。もし余裕があるという方はですね、この、つのときに、ダウンストロークなんかもしてみると面白いかもしれません。それもまだ全然ままならなくて、すげえ難しいぜという方は、まあ、こういうのはもうひたすらこの反復というかね、このパターンをもう体になじませることが大事なので、まあ、とにかく繰り返し練習をしてみてください。何度も言いますけれども、つのときにスタンバイはしなくても大丈夫です。で、こういうところでちょっとつまずくと思うんですけれども、動きをできるだけコンパクトに小さくして、鳴らしていくと。で、もちろん、このつのときもその腕が動いたりとかせずに、親指がちょっと、ちょっと動くだけで、小さく小さく弾いていきます。こんな感じです。で、先ほども言いましたけれども、このつのとき、もし余裕がある方は、この人差し指とか中指、薬指とかを使ってストロークをしてみましょう。つと同時に、もう適当な弦をもうガーッとストロークしていくんです。バーンつって。そうすると、またこれまた華やかな感じになります。ちょっと取り入れて弾いてみると、こんな感じ。こんな感じになります。ちょっとなんか面白いパターンって感じですよね。こんな感じでございます。なんかちょっと面白い感じに聞こえるかと思うんですけれども、頑張って習得をしてみていただければと思います。で、一つちょっと
注意事項なんですけれども、この親指が登場するわけなんですけれども、親指がベース音を弾くわけなんですけれども、コードによってベース音の場所が変わるので、それはちょっと気をつけてくださいませ。E コードとかだったら、ね、6弦がこのベース音だから6弦弾けばいいんですけれども、A とか C とかの場合は5弦を弾かなきゃいけないですし、オープンコードのこういう D だったら4弦は4弦に回ります。で、4弦に回るということは、こっちの3本指が1、2、3弦に回るということですよね。4弦弾けなくなってしまうので。で、4弦に行ったときにその、ね、そのツの音をその6弦で出すのはちょっと難しくなってくるので、まあ、今度はこの5弦とかでこのツの音を出すような感じになるイメージでしょうか。まあ、具体的にその、なんて言うんでしょう、その6弦限定というわけではないですし、5弦限定というわけでもないですし、まあ、なんとなくこの親指を、ね、パンと当てられてツの音が出せればとりあえず OK という感じなので、まあ、あまり細かいことは気にせずに練習してみていただけるとうれしいなと思います。こんな感じです。ではでは、どうしようかな。じゃあちょっと最後になんかこのコード進行のパターンとかも一緒に練習してみましょうか。なんかこういうのを弾くとね、そのコードの押さえ方を教えてくださいみたいな話になったりとかするので、動画の中でちょっと紹介してみましょう。最初は E コードからスタートしましょう。E コード。で、その次は、こんな感じ。6弦が2フレットで、5弦は使わない。中指の腹で見ると。で、4弦が、薬指で2フレット、3弦が2フレット、で、1弦、2弦は開放という感じです。コードネームでいくとすると、なんだろう、これは。F シャープマイナーセブンスアド11とかになるのかな。ちょっと、まあ、コードネームよくわからないんですけども、まあ、なんかいい感じのコードでございます。いい感じのコードです。で、3つ目のコードは、これをそのままこっちに持っていきましょう。5弦の音が出てしまうと、ちょっと不協和音っぽくなってしまうので、5弦の音は鳴らさないように気をつけてください。で、この小指、薬指をそのまま2フレットに戻して、中指が、なくなります。で、6弦はミュート。5弦から。弾いてみましょう。E コードからスタートして、F シャープなんとか。で、これも G シャープなんとか。で、A アドナイン。という感じのコードです。こんな感じで、これのパターンを弾くと、すごいいい感じになるかと。こんな感じで、どうでしょうか。うまくできましたでしょうか。まあ、ちょっと今、そのストロークとかも入れてしまいましたけれども、よかったら、まあ、なんかね、コピー、耳コピーをしていただけると嬉しいなという感じでございます。それでは、ちょっと、アコギにこのツという音を取り入れる奏法のご紹介ということでございました。うまくね、なんかこうできると、この弾き語りのときとかも全然使えますし、結構アコギのこの、なんつうんですかね、その表現の幅みたいなのが広がるので、ぜひトライしてみていただけると嬉しいなという感じです。それではまた、違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。